罪を犯した人たちの社会復帰を支援する保護士らの活動拠点が田原本町内に設けられ、今日開所式が開かれました。今日う、田原本町の交番跡地に設けられたのは、四季郡三町で活動する保護士会などが厚生保護活動を行う施設です。法務省が2008年から全国で設置を進めていて、県内では12番目の拠点となります。 この施設では、保護士同士の交流や情報交換をはじめ、罪を犯した人たちとの面接や再就職の相談など、必要な支援機関への紹介を行います。また、雇用の受け入れ先の確保など、対象者の自立に向けた支援を行うということです。